こんにちは。今日の切り抜きニュースは、まあ、大体のですね、まあ、考え方なりそういったところは、まあ、斉藤健一郎議員と、まあ、共通するところで、ございます。まあ、私からの、まあ、考えとしてはですね、ちょっと私は大津市自身、大津市に対してはちょっと諦めているというようなところもあります。先日10月4日ですね、まあ、大津さん、そして大津さんの、まあ、代理豊田弁護士とお話をさせていただきました。まあ、豊田弁護士はですね、まあ、至ってまともな方だと思いますが、まあ、ちょっと大津さんとはやっぱり分かり合えないなというところ、まあまあ、私はもう諦めの境地ではあります。で、まあ、ちょっと国民の皆様向けにですね、私なりのメッセージを発信させていただきますとですね、まあ、特に主に大津彩香氏、どういう人物かということに関してでございます。最近、まあ、報道されたといいますか話題になった件でですね、非常に分かりやすい事例があります。それはですね、元草津町議会議員の、新井祥子氏でございます。まあ、多くの方ご存知だと思いますが、まあ、どういう方かといいますと、どういうことをされたのかといいますと、草津町長、倉岩町長にですね、まあ、虚偽なんですけれど、まあ、レイプをされたとこういうことをね、おっしゃってたんですね。で、まあ、ただ、まあ、そういうのは事実ではないということで、まあ、倉岩町長が対抗して、まあ、裁判を犯して、で、先日最終的に、新井祥子氏はですね、裁判において、虚偽でしたということを認めたわけでございます。一方、大津氏、党に不正がある立花孝志、不正とんでもないということを言ってるんですけれど、まあ、未だにその不正というものを、まあ、公表できないわけで、ございます。まあ、あとですね、発言内容というものが、まあ、コロ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 変わるというところこういったところについてはですね、やはり、大津彩香氏、新井祥子氏とのですね、まあ、共通点を、まあ、ひしひしと、まあ、感じるところでございますので、まあ、私、まあ、そういう人物にですね、まともに関わるということは、まあ、ちょっと国会議員としての活動もありますので、そちらを最優先に、まあ、ただ一方で、まあ、党として政党助成金のことについては非常に重要ではありますので、まあ、そこは信頼できる立花党首と室岡弁護士にお任せをするというところでございます。ということで、まあ、一応私からの意見表明という形で、させていただきます。浜田聡の言う通り、大津彩香は嘘ばかりついています。普通に考えても金に目がくらんだ乗っ取り屋でしかない。それではご視聴ありがとうございました。多くの皆さんが受信料不払いすることによって NHK をぶち壊す。